無事だったんだ、イリア。やった、目が覚めたんだね、シロ。イリア、よかった、よかったよ、シロー。怪我は痛まない？少しでもおかしいなって思ったら、すぐ代わりのものをつけさせるから。ああ、別に痛いところなんてないよ。それよりイリア、あれからどうなったのか説明。シロ、落ち着いて。我慢するんじゃなくて、左腕を押さえつけるの。あ、腕。大丈夫。落ち着いたよ、イリア。うん。私にもわかるよ。どうなることかと思ったけど、とりあえず、反発し合うことはないみたい。イリア、なんでこんなの着てるんだ、俺。それは。
そこからの説明は私がしよう。エミヤ・シロ。あちらも持ち直した。こちらは事後説明だけだからな。用がなければ退出したまえ。どうだか。私はシロと一緒に外に出るの。あなたが本当に何もしないのなら、私がここにいても問題はないでしょ？なるほど。確かに問題はないな。だが説明は簡潔に済ませたい。邪魔をしないというのなら、隅でおとなしく座っていろ。そうね。じゃあ、そうさせてもらうわ。さて、状況説明の前に、先ほどの疑問に答えておこう。あまり驚くなよ、エミヤ・シロ。アーチャーの左腕だ。アーチャー本人の意思を尊重し、彼の遺体からお前に移植した。アーチャーの意思を尊重？いや、それより遺体って、あいつは移植が済んだ後消滅した。ここに運ばれた時点で死に体だったのだが、良くも終わるまで持ったものだ。アーチャーの持つ特殊技能ゆえだろうがな。待て、アーチャーは消えたんだろ。なら、あいつの腕が残っているのはおかしくないか。移植が終わる前に消滅したのなら、その左腕も消えていただろう。だがお前のそれは、アーチャーが現世にとどまっているうちに切り離し、お前の体に植え付けたものだ。エミヤ・シローの魔術回路とつなげ、お前自身の魔力で現世に受肉させている英霊の肉。その手術がなった時点で、それはお前の肉体となった。その後ならば、アーチャーが消えようと左腕は残る。その左腕はすでにお前の腕なのだからな。じゃあ本当に、これはあいつの腕なのか？そうだ。あのままではお前もアーチャーも長くはなかった。アーチャーはこの世にとどまる霊核を壊されており、お前も半死半生の手負いで、傷口より生命活動に必要な中身を損ねていた。幸い、アーチャーの体に傷は少なかったからな。彼はお前に唯一無事な肉体を提供することで、死にゆくお前を生かしたのだ。移植するなんてできるのか？つなげるだけならできなくもないわ。霊媒の意思は肉体ではなく魂を癒すものだって言うし、そこの神父は見かけによらず本物だったっていうことね。世辞は受け取るが、そう手放しで喜べることではない。
異なる霊体同士の接合は禁事と呼ばれる。なぜなら、行ったところで絶対に失敗するからだ。霊体、魂の蘇生、復元は魔術では扱えない神秘である。故に今回も形だけ成功した後でショック死すると思ったのだが。素人アーチャーは特別よ。私もさっき分かった。この二人ならつながりさえすれば持ち直すって。ほう、ま、その理由は知らん。私に分かるのはお前たちの相性が良かったということだけだ。手術を始めた時は驚いたぞ。双子でもここまで瓜二つではなかろうとな。動かない。これで手術は成功したのか。無茶を言うな。繋げたばかりではそれが限界だ。数日経てば馴染む。先ほども言ったが、お前たちの相性は実にいい。この分であれば通常の生活をこなせるほどには回復しよう。だが注意しろ。私が言っているのはあくまで回路が合うというだけの話だ。いかに相性が良かろうが、それは人間では扱えぬ英霊の腕、いや腕というよりは兵器だな。強力ではあるが、使えばお前とて巻き込まれよう。それは自滅するってことか。無論だ。人間であるエミヤ・シロウがアーチャーの腕を使えば、肉体はアーチャーの腕に侵食される、いな、吹き飛ばされるという表現の方が正しいか。霊覚としてエミヤ・シロウの肉体はアーチャーの腕には到底及ばん。一度でもその腕を使えばアーチャーの魔術回路が起動する。そうなった時、お前の体はアーチャーの魔術行使に耐えられず内部から崩壊する。いいか、使うたびに寿命が減っていくのではない。その腕を使えばお前の体に植え付けられた次元爆弾にスイッチが入るのだ。じゃあこの布はそのための。ああ、そのための封印だ。それを巻いている限り、左腕は魔術回路を発現しない。お前が魔術を使おうと、その左腕だけは別のものとして扱われる。だが安心はするなよ。魔術行使をせずとも、生きている限り魔力は肉体に通るものだ。その度に左腕には痛みと、起動しようとする反動が起きるだろう。それを防ぐためマルティンの生涯符で左腕を覆っている。その布を巻いている限り左腕からの侵食はある程度抑えられるはずだ。ちょっと待て、ある程度抑えられるって、それじゃ完全には抑えられん。そうだな、アーチャーの腕を使おうと使うまいと結局はその腕に侵食される。長生きがしたいのなら腕と拮抗するほどの魔術師に成長しろ。そうなれば生涯符を巻かずとも左腕の封印はできる。
私の見立てでは、左腕に食いつぶされるまでにあと10年。それだけの猶予があるのだ。一人前になって左腕を御するか、慣れずに自滅するか、そう急な話ではあるまい。わかった。とりあえず礼は言っとく。また世話になった、琴峰神父。できれば四度目がないよう祈っててくれ。減らず口が言えるのなら心配はいらぬな。では外に出ろ。礼拝堂で凛が待っている。気を配ってれば痛まないな。イリア、行こう。あ、うん、行く。言い忘れていたが、その聖外符は解こうと思えば簡単に解ける。選択肢は常にお前にある。アーチャーの力を使うのは自由だが、使えば命の保証はせん。それを踏まえた上でせいぜいうまく立ち回れ。さて、これで全員治療は済んだ。エミやシローはアーチャーの左腕を移植され、リンは毒素を洗浄された。何かこれ以上の要求はあるか？あるわけないでしょ。これ以上あんたに借りを作ったら、それこそ命を担保にされかねないじゃない。そうか。ではこれで解散ということになるが、一応監督役として聞いておこう。これからどうするつもりだ、リン。ことがこうなってしまっては、聖杯戦争も破綻している。残されたマスターがこうも揃ってサーバントがいない状態では、もはや勝敗はついただろう。麻藤造剣としては、麻藤さくらを取り戻すか始末するかのどちらかだろう。これを防ぐのは難しく、お前たちには防ぐ義務もない。何しろ麻藤造剣を倒したところでお前たちに益はないからな。サーヴァントがいないマスターは聖杯を手に入れられないってやつ？そうだ。故に戦う意味はなく、これ以上の戦闘は無意味だ。このままおとなしく屋敷に立てこもり、聖杯戦争の終わりを待つのが正しい選択だろう。ご忠告どうも。けど降りないわよ、私。驚いたな。聖杯を諦めきれないということか。当然よ。サーヴァントがいなくなっても、私はまだマスターだもの。一人になったから戦いを降りるだろうなんて、勝手に決めつけないでよね。ほう、そうか。確かにそうだな。サーヴァントを失ってもノコノコ七に赴いた者もいる。そう簡単に白旗はあげられないか。シローは関係ないわよ。いい？
これはあくまで私の判断。私はまだ諦めてないし、造形を勝利者にさせる気もない。それじゃあどっちにしたってあの子が助からないんだから。父坂、何よ嬉しそうな顔して。言っとくけど、あんたの真似をしたわけじゃないからね。私は賞賛があるからまだ降りないの。あなたみたいに勝ち目もないのに残るわけじゃないんだから。そうだろうな。遠坂のことだからそうじゃないかって思ってる。なんかそれはそれで引っかかるけど、分かってるのならいいわ。ではお前はどうだ、エミヤシロ。リンと同様、まだ聖杯を諦めないというのか。あ、戦いはやめない。俺だって目的はある。このまま造剣を好きにはさせない。そうか。戦うというのなら止めはせん。絶望的な戦力差だが、魔刀造剣は小物だからな。何らかの策はあるだろう。言われなくても出ていくけど。なあ、イリアは行くところあるのか？ん？城はまだあるし、セラもリズも呼べば出てくるから、帰る場所はあるけど、どうしてそんなこと聞くの？城。いや、一人じゃ危ないだろ。イリアさえ良ければ、俺の家にいてもらいたいんだ。その方が何かと便利だと思うし。いいけど、行かない。シロウのとこにはあの女がいるもの。魔刀サクラを選んだのか、エミヤシロ。ことみね。イリアスフィールは私が預かっても構わないが、このまま城に戻しては造剣にさらわれるだけだからな。お断りだ。イリアは俺が引き取る。お断りよ。イリアは私が借りるんだから。お断りするわ。私、自分の居場所は自分で決められるもの。それは残念だ。では、イリアスフィールは遠坂の屋敷に滞在するのだな。バカ言わないで。アインツベルンのマスターは遠坂の家になんて行かないんだから。あ、そう。じゃああんたどこに行くのよ。シロウのところも嫌だ。教会も断り、私の家もダメだって言うなら、もう城に帰るしかないわよ。わかってるわ。元からあそこが私の工房なんだから、他のマスターの世話になんてならない。バーサーカーがいなくたって、私は一人でやってくんだから。あら、
やっぱりそうなんだ。一度殺しかけた四郎に助けられたくせに恩も感じずにお城に戻るわけね。聞いた？エミヤ君、あれだけ助けてあげたのに嫌われたものね。この子、あなたの家なんて狭苦しくてごめんだって言ってるわよ。な、何言うのよりん。私、そんなこと一言も言ってるじゃない。エミヤ君の家に行かないのはエミヤ君が頼りにならないからでしょ。だから安心できる自分の城に戻るって言ってるんじゃない。それはそうだけど、けど私が城に戻るのは四郎から離れないといけないからね。え？ああそうなんだ。頼りになるならないの前に、そもそもエミヤ君が嫌いだったわけね。なんだ、そういうことは早めに言ってよ。だってさ、大人気ね、エミヤ君。忘れるな、エミヤシロ。お前は戦える体ではない。そんなことあるもんか。左腕が使えないだけの話だ。俺はまだ戦える。そうか。ところで、麻藤さくらの体調はどうだ？さくらの体調？どんな風の吹き回しだよ。今さら、あんたが桜の心配をして何になる。分かっていないな。私はお前の体の話をしているのだ。いいかね、エミヤシロ。お前も危うい体だが、麻藤桜はさらに危うい爆弾を抱えている。お前は戦わなければ無事だが、麻藤桜は刻一刻と崩壊している。だからこそお前は戦いをやめられない。それが、自らの死期を早めると承知した上で。麻藤桜を救うというのなら、エミヤ四郎は戦わざるを得ない。だが今のお前には、戦いそのものが自殺行為に等しい愚行だ。故に、麻藤桜を救うということは、自分を殺すということだと理解しているな。それがどうした？そんなのも、お前の知ったことじゃないだろう。そうか。命を捧げるほどの献身は美しいがな。あの娘はお前にとって、果たしてそれだけの価値があるのかどうか。なんだと。最後の忠告だ、エミヤ四郎。生かすということは、欲望を満たすということ。麻藤桜を生かしたいというのなら、それを最後まで忘れぬことだ。
遅い！綺麗と何話してたのよ、シロウ。いや、何って、いつもの皮肉だけど。まあいいわ、時間もないし、回りくどいことはやめにしてあげる。ことは深刻だし、別々にやっても勝ち目は薄いし。尺だけど、昨日のことは水に流してあげるから感謝なさい。登坂、それってつまり。そうよ、協力してあげてもいいって言ってるの。だいたいね、あなただけじゃ心もとないでしょ。造剣を倒すって目的は一緒なんだし、それまで手を組んであげてもいいってこと。ありがとう、恩に着る登坂。お前がいてくれるなら、これ以上の助けはない。ちょ、わかった、俺はいいから、ちょっと旦那。その前に一つ聞くけど、あなた、その腕が誰のものか知ってるわよね。じゃあシロ、今からあなたは私のサーヴァントよ。私のサーヴァントで助かったんだから、それぐらい当然でしょ。何言ってるのよあなた。そんなことで所有権を言い出すなんて、バカバカしいにも程があるわ。大体リンの言い分は的を外れてるわ。そもそもシロウは私のなんだから、リンにあげられるわけないじゃない。あんたこそ大言白じゃない。まさか一度見逃してあげたから、シロウは自分のものだなんて思ってたの？それだったら私も同じよ。学校でばったり会った時なんて、本当に頭にきて、どうしてやろうかって暴れる寸前だったんだから。そんなのリンが大人げないだけよ。私は毎日見逃してあげてたんだから、シロウの命は私のに決まってるわ。生かすのも殺すのも私なんだから、関係ないリンは引っ込んでて。関係ないですって。甘く見ないでよね。関係なくてここまで関われるかっていうの。アーチャーの奴が頼むって言ったんだから、責任持って生き残らせるわよ。どっちかって、何が？だから、どっちのサーヴァントかっていうことよ。シロウの答えはまだ聞いてなかったし、ここではっきりさせた方がいいでしょ？そうね。シロウが嫌がってるのに気がついてないし、リンにははっきり言わないとダメみたい。
言ってあげて、シロー。シローは私のものでいいんだよね。イリアかな。ふんふん、シロったら顔ものめ。お子様のご機嫌取りをするなんて随分とマメなのね、エミヤ君は。何？もしかして小さい子が好きとかそういう趣味？ふふんだ、見苦しいわよ、リン。振られたからって八つ当たりなんて、レディーにあるまじき行いだわ。そんなんだから、リンはシローに嫌われたのでした。バカ言わないでよね、このマセガキ。私は世間一般の常識を口にしただけだし、第一、誰が誰に振られたっていうのよ。でしょ、シロー。けど安心して、リンが何かしてきたら、これからは私が守ってあげるから。なんだよ、なんか文句があるなら言えよ。別に、エミヤ君がどんな趣味してようと私には関係ないもの。文句はあるけど口にしないわ。それより、なんでよ。いや、なんでって、なんでだ。呆れた。何？本当にそっちの趣味なの？あなた。わけあるか、バカ者。さっきのはなんとなくそう思ったから口にしただけというか、俺はイリアの保護者になったんだから、イリアを取るのは当然だ。文句あるか。ふん、シローは私のサーバントだもんね。開き直ったわね。まあそこまで言うなら認めてあげてもいいけど、さくらも大変ね。けど忘れないで、たとえ使わなくてもシローの腕は私の腕よ。あなたにはアーチャーの代わりをする義務がある。その体はもうあなた一人のものじゃない。まあそうだな。サーバント云々は置いておくとして、今後の方針は登坂に一任する。俺の考えじゃ限界があるし、登坂が知恵を出してくれるならその方が確実だ。そういうことよ。私が考える役で、シローは実行する役。私たちは運命共同体なんだから、今後はしっかり働いてもらうわ。
坂だよ。そんなの考えるまでもないだろ。なんで？リーは横暴で強欲で、おまけに旧館長みたいにうるさいんだよ。なのにシロはそっちのがいいの？もしかしてそっち系なの？いや、そういうんじゃなくてだな、イリア。要するに、これは遠坂の指示に従うか従わないかって話だろ。それなら俺は従う。俺一人じゃ造剣を止められないし、俺はアーチャーのおかげで助かったんだから。それはアーチャーは、だってシロの命令権は遠坂に預ける。ほら、それってサーヴァントと何も変わらないだろ。遠坂がそう言うんなら、俺はサーヴァント扱いでも構わないよ。遠坂？おい、人に話振っといて無視するな。そうよ、分かってるじゃない。私のアーチャーがあなたに託した以上、私たちは運命共同体なんだから、アーチャーが預けた分しっかり働いて返してよね。もちろん、借りたものはきっちり返さないと寝覚めが悪い。じゃあ一旦ここでお別れね。家に戻って荷物を持ってくるから、シロは先に行ってて。ん？荷物を持ってくるって、もしかして遠坂うちに来る気か？当たり前でしょ。これから共同戦線を張るんだから、一緒にいなくてどうするのよ。うちはイリアが嫌がるし、そっちにはサクラもいるし、どう考えても本拠地はあなたの家でしょ。あ、そっか。言われてみればそうだよな。まったく、牢に入ってると思ったらなんか抜けてるし、ちょっと選択誤ったかな。イリア、うちはこっちだぞ。なんだって遠坂についていくんだ。うん、ちょっとね。リンゴ手を貸してほしいって言うから助けてあげるの。終わったらすぐ行くから、シロンは先に帰っていて。遠坂、本当か？本当よ。ことがことだから、こっちも秘密兵器の一つや二つは必要でしょ。私だけじゃ開かない蓋も、アインツベルンの魔術師となら開くかもしれない。けど、できれば見つけたくない。遠坂の遺産、ヒシュアの置き土産が想像通りのものなら、私だけじゃどうにもならないから。じゃあ、私も行くね。ヒシュアの遺産になんて興味はないけど、ゼルシバインオーグの使ってた宝箱は綺麗そうだし。ゼルシュバインオーグ。いいのか？聖杯を逃して。構わん。初めから執着があったわけではない。聖杯が彼らにつくのなら止めはしない。そうだったな。もとより私に望みはない。
その弦が偽りでないのなら、聖杯を押し止めるのは道理に合わん。重ねて問うが、本当に聖杯に興味はないと。願望期に用はない。それはお前とて同じだろう、ギルガメシュ。お前の目的も私の目的も、その実自らの願いではない。単にそうした方が楽しいからという快楽追求でしかない。そのようなものは食事と同じだ。願いとは自身を叶えるもの。だが自ら願いを叶えては人間は救われる。
では、なぜマスターになどなった？望みがないのであらば、聖杯などいらぬだろうに。聖杯はいらなかった。ただその中身に関心があっただけだ。10年前聖杯を求めたのも、それがあろうとしたからだ。聖杯が何であれ、生まれ出ようとする者を祝福する。それが私の仕事だからな。それは、生まれてくる者に、微塵の関心も持たなくともか？無論だ。前回の聖杯戦争でさえ、私は聖杯にもその中身にも関心はなかった。あの時にあったものは、私と正反対の男に対する不快感だけだった。善悪の所在、殻に詰め込まれながら帰ることのなかったもの。答えを出すのではなく、答えを出せるものを聖杯から生み落とすとしたらどうなる？答えは近い。仮にこの疑問が神を冒涜するというのなら、神前においてこの前例をかけ、我が主さえ問い殺そう。